今回もオパシ、マロ、アカシさんでね、3人で動画撮っていきます。お願いします。お願いします。お願いします。前回に引き続き第2回ということでぶっ込んでいきましょう。どうすか、なんかマロさん、はい、まあ、前回意外とオパシさんたちの質問パンチ弱いですねって言われちゃったもんな、録画止めた後。まあまあ確かに、なんか優しかったとか言い出したもんな。いやまあでもだいぶ弱かったと思いますけどね。どうする？なんかやっぱオパシさんの動画とか見てたんで、はいはい、それを見てたらちょっとホッとしてる部分はちょっとありますけども。やばすぎる、超えちゃいけないライン超えに行く。まあ、超えちゃいます。これは超えちゃいます。じゃあ経験人数と年収どっち話したいですか？超えてきた。どっちも超えてる。どっちについて語りたいですか？どっちかっても二択なら、はい、年収の方がまだ確かに究極の選択。あ、じゃあ一個質問なんですけど、よく週刊誌とかでなんかあの有名アイドルはおそらく年収〇〇万円とか書かれてるけど、あれって実際合ってるんですか？割と8割合ってるって感じ。そんな合ってる、あれ合ってたんだ。いやそんなに少なくないだろうって思ってたんだけど、なんか嬉しい、なんかそういう話聞けるの嬉しいですよ ね、やっぱり全然知らないんで。確かに。え、で、ナツさんはどれぐらい？いや一番いい時でどれぐらい行ったんですか？マックス月収じゃ本当にマジで言えないぐらいもらってんの？ NMB のファンの皆さんは多分分かってると思うんですよ。え、いやなんか大体少ないっていうのは多分分かってる。まあ NMB 給料少ないからねみたいな、みんな結構自虐で言ったりするんで。ああね、はいはいはい、はい、ファンの皆さんは多分大体そんなに高くないんだろうなっていうのは多分あると思うんで。思ってるよりないパターンなんだ。いやないですね、ファンの皆さんが思ってる通りだと思う。うわっ、聞かれた。マジかよ。どこに、あそこに。いやなんかめっちゃいる。ナツさん頑張って。近いよ近いよ、来たよ。ナイス、うますぎ。うまい。あ、うまい。性癖聞こうぜ、性癖。どこまで答えるかはもうナツさんに任せるな。タイプとかで見て、好きな。好きなタイですか？いや、なタイプ。あ、タイプ、プね。ごめんなさい、ごめんなさい。どういう答え方するかは自由ですけど、NMB の女の子に性癖聞いてみたっていうタイトルに動画ができるんで。絶対するわ、これ。どういう風な避け方をするかは、もうそこはね、まあ、やっぱプロですから、この道の。まあ、男の夢ですよね。アイドルの性癖が聞ける。まあ、どんな答え方をするかは、もう夏さんに任せますよ、もちろん。いや、でも私、本当に声が好きなんですよ。へぇ、はい、声が好きなんですか？本当に気持ち悪い、イケボ出すな、お前。なんか、こんなにイケメンでも、はい、うん、はいはいはい。自分の声のタイプじゃなかったら、もうダメなんです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。やめて、もう耳が痛い。痛い。あ、俺たまにイケボって言われるんだよね。でもちなみにどういう声が好きなんですか？甘い、包み込んでくれるような。やっぱ今のじゃん。じゃあ多分そういうことですよね。多分こういう感じの声ってことですか？あ、でもそんな、ほんとそんな感じ。あー、もうダメだ。マロダメだよ。その声がゲスボで笑うからダメだよ。ギャじゃあ、ナツさんと接するときは声変えた方がいいってことですね。そうだね。自分にとってのイケボの人だとちょっとキュンとくると。やっぱ声って大事やなって思いました。やっぱ俺たちもイケボ路線に変えるか。あ、知ってます？マロって人気になるまで最初イケボ路線で売ろうとしたんですよ。やめてやめて、恥ずかしい。登録者100人とかの頃、こいつイケボ路線で売ろうとしてたんですよ。昔の動画とか俺バチバチ声違いますからね、マジで。え、そうなんすね。昔はなんか本当に挨拶も、はい、皆さんどうもこんにちは、マロですみたいな感じでほんまに入ってたんで。あ、めっちゃいい。もう変えよう、変えた方がいいって。女の子受けよくなるよ、そっちの。私はもう一つって言われたら筋肉とかですかね。あー、筋肉か。特に独り言なんだけど、俺今週3でジム行ってるんだよね。僕もこれ独り言っすけど、まあとりあえず後で LINE にちょっと僕の腹の腹筋の写真送ってきましょうか。気持ち悪い。ブヨ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 。やばい質問思いついちゃった。え、なんすか？48グループの握手会でたまに塩対応する女の子とかいるとかネットに書かれますけど、やっぱあの生理的に受け付けないファンが握手会来ると嫌な気持ちになるんですか？なんかそれこそ私めっちゃ叩かれたんですよ、一時期。13歳で NMB に入ったんです。はいはい。私なんかあんまり男の人が苦手で、なんか握手会とかが始まって、はい、初めてのことで
写メ会みたいなのがあったんです、はい、めっちゃくっついて撮るメンバーもいれば、はい、普通に撮るメンバーもいて、はい、で私謎にその感覚なかったんですけどすごい離れてたらしい。ああちょっと避けちゃってたのね。避けてるつもりはなかったんですけど多分その時すごい男の子苦手で、はいはいはい、多分無意識本当に無意識 で13歳ってのもあってその大人が怖いみたいな感じ でなんか初めての写メ会 でそれがもう今でも叩かれてるぐらい、ずっと叩かれてその時めっちゃ落ち込んだんですけど今になったらすごい笑い話にできるもう7年8年越しっていうのはありました。あ苦手とかでまあ確かに無意識に出ちゃうっすよね、まあ、そういうのって。いや実際だってさ俺らもさ握手会にさ、うん、めっちゃ油ぎっしゅなさチーギュー来てさ先生ハグお願いしますって言われたらうーんってなるじゃん俺らも。俺のオフ会ってさ男も女も全員握手するし、はいはい、全員ハグするからチェキも全部無料みたいなマジで超神対応だからうちは。そやべえファン来たことないけど油ぎっしゅなすごい香ばしい匂いがするような人とかがさなんかハグお願いしますってベタベタな時言われたら俺嫌な顔しないで耐えられるからってちょっと思っちゃう。でアイドルしながらじゃあアルバイトしたりとかっていうのはあるんですか普通に。やっぱりいや禁止なんで。お金もないくてアイドルも禁止ってなるとなんかパパがいても違和感がないと思われるんですがもしかして血のつながってないパパがいたりはしないですよね。いないです、いないです。でもそれだったら本当にでも給料とか確保しないときついっすよね。だから親にはお世話になりました。ああ本当にすごいパパに助けられたって言ってもらっていいですか。そこだけツイッターにあげるんで。お世話になってますよね、実際。まあ、うん、自分のね、でも確かにパパはパパで同じなんで、うん、血じゃないところが繋がってるかもしれないけどね。いど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 、かわいそうかわいそう。なんかかわいそうに覚えてきた。かわいそうです。いや、全然大丈夫。NAB はこういうのに慣れてる。あ、そうだって。なんか比較的なんか慣れてるグループなんですか。そういうのも結構ラジオとかでやったりとかバラエティとかでこう笑いに持っていけるアイドルではあるので、おお強い、すごいなそれ。だからそんな本当に傷ついたりっていうのは全くないです。すごいポジティブ、全然何言われても多分大丈夫。さすがさすがプロや。受け入れる体制は積んでますね。まあまあひどい話聞いてるよ。シャープ1の日じゃないよ聞いてる内容。じゃあ逆に夏さん俺らに聞いてみたいことあります。もう一つしかないんですけどいいですか。一つしかない、はいどうぞ。練習最高でいく、それとも今の直近のここ1年ぐらいでいく、どっちがいい。最高聞いてみたいですけど。あ、俺じゃ去年のでいいですか。はい、これあのマロとか知ってるから俺ガチのやつ言うよ。すげえやばー入ってるっすねこれガチのガチです。俺もガチの話していいですか。どうぞ、はい、ほぼ多分おぱしさんと変わらないですけど僕今年、僕去年めっちゃバズったというか、そう、ね、去年がやっぱ一番すごかったんで、はい、すごい夢しかないですね、やっぱり YouTube って。そうですね。アイドルも夢ありますけど、YouTuber も夢があるな。やっぱでも年収になるんですね、やっぱり。いやもう一番気になりますやっぱり。なんか他に逆に気になるところとかっていうのはあんまりないんですか。え、あとはなんかもう、彼女いるんですかとか。でも全然いないっすよ。まあ、付き合います？そういう感じだったか今回。そっちで口説きに行く感じだったか。でもさ、年収聞いた後にさ、付き合いたいって言い出したらマジでやべえやつだよな。確かに確かに。うわーってなる。南の方行く。ああ、ごめん、ダウン、ごめん、無視してくれ。俺は持ってかれる、これ。バイバイ。じゃあ、あとは、夏さん、僕たち二人で頑張りましょう。頑張りましょう。夏、あとは任したぞ。じゃあ、僕が右押さえるんで、夏さん、ちょっと左も。確認してもらえたらいい。あ、すいません、当たっちゃいましたね今。キモッ、キモッ気持ち悪いな。ガチでキモって言われるからちょっとやめとこう。え、残り1枚じゃん。なんだよこれ、かっこよく決めて終わりかよマロが。いやもうちょっと今回はちょっとかっこいいとこ見させてほしい、ちょっと俺。いやもう、まあ安心してください、どうせ負けないんでマロ。いやまあでもちょっとね、ワンブイワンのマロって言われてるぐらいなんで1対1絶対負けないんですよこいつ。うわーこれ生きってる生きってる。いやー、当たり前勝てる勝てる。危ねえ体力残り1ミリだったよ今マロ。危ない危ない、やったー1位チェックメイトということで。さすが。はい、ということでね、今回いっぱい面白い話をしてくれた明石夏子さんのチャンネルもね、概要欄にリンク貼ってありますので、皆さんぜひチャンネル登録して応援してあげてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまたお会いしましょう。バイバイ。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、あね、頭がない。へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。
奇跡を起こす。いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。